どうもこんにちは、マッキーです。今回は、サイドケースやっていきたいと思います。変態のことで内密な相談です。ということで、陽介くんから、多分ね、これ三重師、変態三重師の最後の一人のお話だと思います。行こうか。はい、というわけで、陽介くんやってまいりました。陽介くん、仕事の、依頼の件で来たんだけど。矢上さん。矢上さん、待ってました。あれ？今日は月野さんはいないの？ええ、今日は俺だけです。そう。で、依頼の内容は？なんか深刻そうな感じだったけど。その、ちょっと言いにくいんですが、変態三重師のことでして。なるほど。ああ、やっぱりそっか。確かまだ3人目が残ってたっけ。矢上さん、ご存知ないですか？変態三重師の3人目がどんなやつか。いやー、全然知らないっすね。聞いたことないな。変態三重師の最後の一人、そいつは覗き魔でして。覗き魔か。デバーガメ系、デバーガメハンジと呼ばれる男らしいですね。で、デバーガメハンジ、なんだデバーガメハンジって。デガバメ、え、デバーガメは覗き魔のことだから。デバーガメって覗き魔のことなんだ。ハンジってどういうこと。ラブホでカップルの行為を覗き見して判決を下すそうです。有罪か無罪か。そんなことしてんの。めっちゃキモいやん。なんだそりゃ。神聖なる男女の営みの最低者を気取ってるみたいでして。お前誰だよっていう話だよな。冒涜的な行為だと思われると写真を撮られてネットにアップロードされるらしいです。いや迷惑、非常に迷惑。冒涜的な恋ね、何のことやら。ああ、まさか陽介くんがその被害に彼女との恋を取られたの。あ、そうではなくてですね、月野さんがもしかして。俺は彼女いますけど、アメリカに留学中。あ、そうなんだ、被害者は俺じゃないんですよ。月野さんか。陽介くんが被害者じゃないとすると、まさか。月野さん誰かと付き合ってんの。じゃあ、そうなんです。被害者は月野なんです。彼氏とのエッチシーンを撮られちゃって。え？なんてこった。てか月野さん、彼氏がいたのか。いや、そこよね。本当にそこ。それに有罪だったってことは、一体どんなことをしたんだ？やばい。妄想が膨らんでるよ、八神さんの。おかげで月野のやつ、落ち込んで引きこもっちゃったんです。引きこもりこう。犯人はデバガメハンジで間違いないの。ネットにアップされたら大変なことに。はい。姿は見たそうですから間違いありません。姿を見た？ラブホの室内で。ええ、フラッシュを焚かれたのが分かって、ホテルの窓の外見たら、そんなことしてんの？壁の外に変態がイモリみたいに張り付いて、凄まじい勢いで逃げていったそうです。どんなやつだよ。張り付いてだってどうやって。わかりません。でもあの写真を何とかしないとネットにアップロードされる前に。今回思った以上に深刻な案件だな。依頼料は5万だったね。払える。まあ月野さんのためだもんな。よろしくお願いします。その変態がいたのはホテル街のトップオブオーシャンというホテルです。わかった。その周辺を捜索してみるよ。よろしくお願いします。ひとまずホテル街に向かってみよう。オッケー。マジか、月野さん彼女いたんか。彼女じゃねえや。月野さん彼氏いたんか。こうやってきましたけど。あ、いた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 。あれか。あれか。あんなとこいるじゃん。あ、あれは。見えるぞ。お前が。なんていかがわしいプレイです。よろしません。ギョロという有罪です。こんな感じなのか。きめえな、この暗視ゴーグルか。あんなところ、高いところに器用なやつだな。よし、鳩で撃ち落としてやるか。まあ死ぬこともないだろう。まあ死んでもいいだろう。よし。こう R2 で。あ、こういう感じね。ウェー！逃げるんじゃないよ。これ難しいんだよな、ドローン操作。あ、逃げた！なんてやつだ。ゴキブリかよ。だが、まだ遠くには行ってないはずだ。追いかけるぞ。了解。
早すぎないやな、マジで。おし、おし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 、おっしゃ、落ちた。よっしゃ。よっしゃ。おい、こら、何やってんだ。おい、大丈夫か、死んでないか。なんだよ、こいつ。な、なんてひどいことを、ユーゴやったんですね。神聖なるマイジャッジメントを邪魔するとは許しがたい男なのです。犯罪者が正義の判事を気取ってんじゃねえよ。裁かれるのはお前の方だろうが。裁かれざる記憶。ロストジャッジメント。シャラップ、あなたギルティ、有罪です。この私自らパニッシュメント、試験にしてあげます。デバガメ判事。いや、仕方ねえな。フルボッコにしてやるぜ。ほら。よし。オッケー。ほい。橋？赤牛丸ありがとう。そっ。橋？ほら。オッケー。これが友情、なんかエクストラアクションみたいな。さあ、お縄についたか。これで変態三重士も終わりかな？八神さん、ありがとうございます。これでも、例の写真がアップロードされることもないよ。ああ、よかった。他人にあんな場面見られたらマジで生きていけないし。あんな場面？ん？これ、陽介くんの？ん？あんな場面見られたら？おかしいな。被害者は月野さんなのに、まるでその場面を見たかのような言い方だね。え？え？あ、それは。八神さん。あれ？八神さん。うわ、月野さん。ゲゲ、月野。お兄ちゃんまで一緒に、どうしたの？月野さん、確か落ち込んで引きこもってたはずじゃ。落ち込む？引きこもる？なんでですか？なんでって、デバガメ判事の被害に遭ったって、陽介くんに聞いたんだけど。何のことですか？陽介くんが依頼してきたんだよ。ラブホで月野さんが彼氏との行為を盗撮されたって。本当ですか？え？何ですかそれ。私知りませんけど。陽介くん？陽介くん？どういうことだ？話した方がいいぞ。あははは、すいません。月野が被害者ってのは嘘なんです。お兄ちゃん、ちょっとお兄ちゃん何やってんの。これには深いわけが。そういえばさっきあんな場面を見られたって言ってたけど、写真を撮られたのってまさか陽介くんか。あ、浮気してたのか。その留学中なんでしょ彼女は。ははは、やさすが八神さん、探偵には隠し事できませんね。やっぱり盗撮されたのは君か。なんで嘘をついたんだ。彼女と取られたって言えばいいじゃないか。それは。ん？でもおかしいな。あかりちゃん、アメリカにいるはずだけど、ギクー！あ！ん？あかりちゃん？陽介くんの彼女？はい。はい、私の友達。あ、友達なんだ。お兄ちゃんの恋人です。今、アメリカに留学してて、遠距離恋愛なんです。遠距離恋愛なんです。帰ってきてるなんて聞いてなかったけど、ねえ、あかりちゃん。帰ってきてないよね。うん、今もアメリカ。待てよ、だとするとホテルで一緒にいた相手ってまさか。あ、そのまさかです。一緒にいたの別の女の子でして。おい陽介、お前やっちまったな。お前もバンシーに値するぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん浮気してたの？遠距離恋愛でも大丈夫って約束したでしょ。お、落ち着け月の子。だからこれには深いわけが。深いわけ？なんだ？しかも八神さんにひどい嘘までついて、どうしてよ。いや、だってほら、一応八神さんと月の知り合いだし、正直に依頼したら八神さんが月のに話すかもしれないし、守秘義務はあるけどね。万が一にもそんなことになったら、あかりに殺されるし、月のがどんな顔するか、もうバレたけど。パシッ。しょうがないよそれは。
有罪。お兄ちゃん有罪よ。陽介くん、こればっかりは弁護できないね。確かに君は有罪だ。進みません。この度は兄がご迷惑おかけしました。まあ一番の被害者は月野さんだけどね。そうですね。八神さんに誤解されかけましたし、ほらお兄ちゃん行くよ。ああ。それと八神さん、一つ訂正が。ん？何？私。え？どうした？私？彼氏いませんから。ああ、もう八神さんに？八神さんのこと好きですか？ん？で、え？では。めっちゃ真っ赤だね、顔。かわいい。陽介、反省しろよ、ちゃんと。死んで謝れ。やれやれ、今回はまんまと騙されたな。だけどこれで変態三銃士も皆逮捕された。それだけは一安心といったところか。よし。よかったね。これで変態三銃士終わりか。なんかここにサイドケースがあるな。なんか多分陽介くん関連して、あ、いたー！やっぱ陽介くんだ。なんかフレンドイベント陽介くんやろうと思ったら、いなくなってて、多分これだね。あ、八神さん、月野を見てませんか？月野さん？見てないけど、どうかしたの？月野と一緒に買い物に来たんですが、はぐれちゃって。仲直りしたのか？そっか、それは心配だな。キャー！え、月野さんどうした？今のは？月野の声です。裏路地の方から。見に行こう。月野さーん。こっちの裏か。よいしょ。よし。月野さん、どうした？え？やばい。本物の変態だ。マジか。まだ変態いたの？ゲ変態。月野、てめえ、月野になりしやがった、うん、安心したまえ。私はこう見えて紳士。なんか仮面つけてる。杉楽のパクリか。ただ彼女に我が愚足を見せつけているだけだよ。いや、紳士じゃねえよ。紳士だとそのなりで。何やってんだよ。変態三銃士は捕まったんじゃないのか。何なんだお前。変態三銃士以外にもお前みたいなやつが。変態三銃士だと？あんな連中と一緒にしないでくれたまえ。私は変態の頂点にして、おう、その名は両付きを。ジャイアントインパクト。ジャイアントインパクト。変態王、ジャイアントインパクト。変態王がいんの？知っているぞ。最近カムロ町に現れた変態だな。陽介くん、なんでこんな変態のことを詳しいの？おお、私も有名になったものだ。いや。あ、おい。月野。大丈夫？何もされてない？はい。変なものを見せられましたが。だいぶ変なものだよ。切ればいいんだよ、あんなの。くそ、あの野郎。よくも月野に汚いもの。とりあえず警察を呼ぼうか。そうだね。さあ、事務所です。月野さん、さっきの変態は？わかりません。突然現れたと思ったら、コートを脱ぎ捨てて、その下は裸で。見たのか、やつのあれを。ちょっとだけ。くっそー、あの野郎。なんてひどいことをするんだ。好きな親父のしか見たことないんだぞ。それなのに。ちょっと、やめてよ。あの変態、確かジャイアントインパクトと名乗ってたけど。最近カムロ町を騒がせている変態ですよ。まさか月野が狙われるなんて。それにしても露出狂でジャイアントインパクトか。通称 GI。 なんだそれ。俺も噂には聞いていましたが、月野実際どうだったんだ。やっぱりジャイアントだったのか。いや、聞くんじゃねえよ陽介。お前やべえよ。同じ親父のよりジャイアントだったのか。
いや、月野さん答えないでいいよ。で、そんなこと聞かないでよ。そいつは有名な変態なの？はい、変態の王として恐れられている男です。変態の王、なんだそりゃ。ジャイアントの相棒を持ってるおかげで、変態たちから崇拝されてるそうなんです。ただあれがでかいだけで王ね。八神さん。八神さん、あんな変態放っとくわけにはいきませんよね。そりゃそうだろうけど。八神さん、お願いします。いつも通り依頼料は5万、支払いますから。月野の敵を取ってください。ああ、わかった。引き受けるよ。よろしくお願いします。で、今度はどうやって捕まえます？そうだな。あの露出鏡が次に出る場所を予測できればいいんだが。陽介くん、GI に詳しかったみたいだけど、詳しいみたいだったけど、奴の被害があった場所はわかる？もちろんわかりますよ。お前なんでわかんだよ。変態に気に入られやすい妹がいるもんで、危ない場所は頭に叩き込んであります。一応、妹に思いなのか。変態に気に入られやすいなんて嫌だな。そうだよね。え？何？最近だと、七福通りや中道通りで被害報告が多いらしいです。ちょうど下着泥棒と痴漢で騒ぎにあった場所ですね。多分彼らの縄張りが開いたから GI が現れたんだと思います。なるほど。三銃士が消えて現れたのか、変態王が。縄張りなんてあるんだ。はい。特に変態三銃士は自分の縄張りを他の変態に荒らされるのを嫌ったそうです。変態の生態はよくわからないよ。GI の出現場所がわかってるのに警察は捕まえられないの？それが GI は騒ぎになった後、その場所ではあまり出なくなるみたいなんです。なるほど。あんななりして意外と慎重なところもあるみたいだな。それなら次に出現する場所を先読みできれば好都合なんだが。そうですね。次に危なそうな場所を考えてみましょう。どこだろう？お？七福通り？東？この辺りはどうだろう？そこは。尻が。そっかそっか。陽介くん。ここは、あれだね。尻王じゃん。変態三銃士二人目のやつか。八神さん、そこお兄ちゃんが痴漢にあった場所ですよ。あ、そっか。最近はそのことを思い出しただけで胸が、いや、尻がうずくんです。かわいそうに。トラウマになってしまったんだね。それに GI の被害報告があったエリアなので、しばらくそこには出ないんじゃないですか。それもそうか。GI は変態三銃士が捕まり、縄張りが開いた場所に出るらしい。だとすると次に出ると考えられるのは？これは。ここかな？ホテル街がちょうどさ、抜けたもんね。3人目が。ホテル街ですか？ああ、最近 GI が出るようになった場所は、三銃士2人が捕まった場所だ。つまり、次、奴が出るとしたら先日、デバガメハンチが捕まって縄張りが開いたホテル街の可能性が高い。なるほど。さすがです。さすが八神さん。よし、そうと分かったら早速ホテル街を張ってみるか。よろしくお願いします。よい、結果報告待ってます。よし、行くか。ここだね。よし、ここならホテル街の通りが見渡せる。奴が現れるまでここで根拠よく張ってみよう。GI は一度俺に見つかり警戒しているはずだ。となると自分の特徴を隠している可能性が高い。つまり、探すべくは、隠しきれない特徴だ。結構ごつかったよね、あの人。この人はどうだ？いや、特徴が一致しない。こいつではないな。ん？ん？こいつか？お！あの男、スキンヘッドっぽいな。それにグラサンにマスクと怪しいな。女の方ジロジロ見ているし。よし、つけてみるか。よっしゃ、こいつか。さあ、変態よ。え、こんなおっさんだったっけ？こんなおっさんだった？ちょっとわかんねえな。そこまでおっさんっぽくはなかったけど。さあ、ついに尾行が完了しました。キャー！
あ、また変態。変態よ。おい、お前はこの間の男か。貴様も私のジョンソンを、なんだっけこれ。はい、まあまあまあ見に来たのか。越見かな、越見だよね、越見だとな。見せんだ。え、あ、葉っぱ。お、くっくっく、愚足は拝ませないぞ。残念ながら男には我が王国への扉は開かれぬ。さらばだと。邪魔だ。うえ、触んないでキモいから。逃がすかよ。嘘、逃げんのこのまま。絶対捕まるだろお前。それは警察に捕まるだろ。おお、ジャイアントインパクト、待て、ちょ、オーケー。いや、捕まえたくねえよ、こんなやつ。何やってんだよ。絶対走ってる間に葉っぱ取れたでしょ。なんで取れねえんだよ。ちぃ。ここまでのようだな、観念しろ。結構おじさんだな、やっぱおじいちゃんか。え、ジャイアントインパクトの正体がこんな老人とは驚いたかね。78にしてこの体、そしてこの具足、見事であろう。確かにもう体つきは78とは思えないけども、78歳だとバカな。私からしたら貴様などまだ毛も生えぬ小僧、78年間貯め続けた変態の力を思い知るがいい。生涯元気、生涯元気、石川慎三郎押して参る。手加減しねえ。石川慎三郎っていうのか。よーら、あ、終わった。EX で決めたかったんだけどな。堀田か、78歳。くぅ、さすが変態三重師を倒した男だ。とてくぅ、今日で私に勝つとはな。なんだこれ。おい、あんたなぜ露出鏡なんかしたんだ。いいだろう、私に勝利した男だ、教えてやろう。実は私は童貞でな。そっか。ええ、マジで。そう、この年にして生まれたばかりの赤子と同じ男の喜びを知らん体なのだ。そうだったのか。なんで同情してんだ、八神。女にモテるためなら何だってした。この体だってそうさ。だが、ダメだった。私は焦った。このまま愚足を活躍させぬまま行ってしまっては忍びない。あまりにも哀れだ。だからこそ、解き放ってやったのだよ。なるほど。なんで納得しちゃうんだ。相変わらず変態の理屈はさっぱりわからんな。ふう、おなごの黄色い悲鳴を聞き、我が愚足は実に生き生きとしていたよ。だがやっとこれで生きる。もはや思い残すことはない。あ、じいさん、変態を。早く警察行くぞ。警察行くぞ。八神さん、どういう感情で見てんだお前。おい。ぐー、寝てんだけかい。なんだよ、寝てるだけか。捕まったかな、変態王は。まさか GI の正体が78歳のおじいちゃんだったなんて。78年間溜め込んだせいか、彼の中で変なスイッチが入っちまったらしい。かわいそうに、78年の歳月が彼を怪物に変えてしまったんですね。なんだこれ。彼を愛してくれる人がいたら運命は変わっていたかもしれない。ヨスケどうした。なんだよこの演出。なんかいい話風にまとめないでよ。
月野さん、どんまい。これで解決かな。また何かあったら気軽に依頼に来てよ。まあ変態を捕まえたから、もうそんなことはないと思うけど。はい、八神さん、ありがとうございました。月野さん、終わり。もしかして彼女候補じゃないの。まあ元気でやってくれればいいけども。さあ終わりましたね。なんか増えてる？依頼。増えてないな。はい、というわけで今回はこの辺で終わろうかなと思います。実に変態王の輝きを見たところで、今回で、変態三重四編は終了となります。また次回何かサイドケースやるかな、わかんない。なんかあんま動画伸びてないんで、なんか全然見られてない気がするから、ちょっと出すかわかんないけど。というわけで今回もありがとうございました。というわけで、バイバイ。